グルメシティ関東、株式会社グルメシティ関東、英称、グメイシティ関東は、かつて存在した日本のスーパーマーケットチェーンを運営する企業。本社は、東京都板橋区の、かつてダイエーの本社機能があったダイエー、成増店建物内にあった。関東地方、東海地方に、グルメシティ、フーディアムを展開していた。ダイエーの完全子会社であったが、2015年3月1日に、ダイエーに吸収合併され消滅した。前身は株式会社セイフーで2006年3月1日付で、ダイエーグループの食品スーパーを運営する後法人、株式会社ダイエーも含むが、店舗名をグルメシティに統一するのを前提に、社名を株式会社グルメシティ関東に名称変更した。社名変更から随時、セイフー店からグルメシティ店への店名変更と、看板のダイエー級ロゴによる、セイフー表記から新、グルメシティロゴに変更を進め、フーディアムになった三軒茶屋店を除き、2007年5月までに全店舗の変更が完了した。ダイエー系のスーパーマーケットとしては24時間年中、無給営業やシニア営業を率先的に実施している。また旧、ダイエー系のスーパーマーケットのマルエツから譲り受けした一部の店舗もグルメシティ関が運営していた。長らく特売のチラシで集客を行ってきたが、コストなどの面から、通常の店舗よりも安く、いつも同じ値段で、チラシの配布が不要のEDLP業態に本格的に参入、既存店舗のEDLPへの転換を進めてきた。2015年3月1日にグルメシティ近畿とともに、ダイエーに吸収合併され消滅し、グルメシティとフーディアムの全店舗がダイエー直営となった。1932年10月、青山佐十郎が、青山商店を創業したのが始まりである。その後、卸売部門となる株式会社青山商店とスーパーストア部門の株式会社セイフーチェーンを立ち上げチェーン展開を開始。出店を重ね、首都圏での中堅スーパーとして安さを武器に大手スーパーを相手に互角以上の戦いを挑んでいた。ところが1969年からサウナ、レストラン、マンション経営等の経営多角化が災いし、業績が一気に悪化。第一勧業銀行、以下、第一勧銀の下で再建を行うこととなった。一時期は、大手スーパーのジャスコと商品提携するも効果は希薄で1年も経たずに解消した。1979年、ダイエーがセイフー側に業務提携を申し入れたが、債権パートナーの第一勧銀側が難色を示したため計画は頓挫。1980年1月に再度ダイエーが申し入れを行った結果、ダイエーと業務提携を結ぶ。この提携はダイエー側の80年度の重点政策であった業務提携の第一弾となり、青山社長を含む創業者一族の辞任と、セイフーの総発行株300万株のうち、青山社長の持ち株66万株含む 22% をダイエーが習得すること等が決められた。この時のセイフーの所有店舗数は53店舗。1981年、社名を株式会社、セイフー、本社、東京都葛飾区青戸に変更。同年ダイエーがセイフーと同じく東京で食品スーパーを展開していたオーケーと全面提携。セイフーが累積赤字を解消し、単年度決算で黒字となった時点で、オーケーと合併計画だったが、再建が進まず、この計画は自然消滅している。首都圏を中心に店舗を展開してきたが、ダイエーが新潟県の山瀬、静岡県の東和といった地場スーパーと業務提携を行っていたこともあり、前述の2社の営業権をセイフーが獲得し、中部、東海地方に進出。さらに1996年、資金繰りの悪化した、ヤオハンジャパンから、店舗の一部を買収し勢力を増やした、ヤオハンは、翌1997年に、会社構成法の適用を申請。2000年6月1日付で、休眠会社であった、東和を、旧、ヤオハンの大型店舗の運営のために復活させた、東海ダイエーと、大英に合併された中日屋の傘下にあった静岡屋を九州合併した塩ヶ屋は中日屋が大英と合併後に大英グループの一員となった。2006年3月1日、大英系食品スーパーご法人株式会社大英含むが店舗名をグルメシティに統一するのを機に社名をグルメシティ関東に変更した。なお、グルメシティは以前から大英直営の小型店舗の名称及びセイフーの一部店舗の名称として使用されていた。株式会社Shizuokaya A賞Shizuokayaはかつて首都圏を中心にスーパーマーケットを展開していた会社。萩原一族が営業を開始した新宿駅前の販売店が発祥で、その後、スーパーマーケット事業に参入。株式会社を設立し、1号店を三鷹に構えその後、多数店舗を出店していった。ところが1983年度に行った高島屋スーパーの一部の店舗買収を含む過剰な拡大策が裏目に出て、経営赤字に陥る。そこで、同じく首都圏で店舗を展開していた中日屋と業務提携を行い立て直しを図。しかし、1986年3月6日付で、中日屋は創業一族であった萩原秀樹、当時社長を解任して、取締役に萩原の後任として、中日屋の専務であった金森方氏を就任させる人事案を発表。萩原は、その後、一方的な解任だとして、中日屋に反発、裁判も辞さない構えであったが、両者の弁護士により和解。萩原は、同社の取締役、経営から去ることなり、当社は、中日屋の手中に完全に入ることとなった。その後、中日屋、稲毛屋事件を経て経営が傾きかけていた中日屋は1994年に、大英に九州合併される形で消滅。その後は、1991年に吸収した旧ナイスの店舗の店舗面積の狭さにも対応でき、店舗ブランドを作ることが課題とされ、許可を得て、大英がプライベートブランドとして使用していたプライスセーバーを種類ディスカウントストアとして誕生させる。このブランドは、当社だけでなく、大英の関連会社でも使用された。当社は、中日屋が大英に吸収された後、単独勢力となるも、大英の食品スーパー再編により2000年に、セイフーと合併し、消滅した。なお、プライスセーバーについては引き続き大英グループで使用されるも、大英の経営不振により、大半の店舗が閉鎖され、最後まで残っていた、城山店も2011年1月5日で閉鎖された。株式会社東海大英は、A賞、東海大英は、かつて、東海地方を中心にスーパーマーケットを展開していた会社。元は静岡県の地場スーパー、東和で地元資本のスーパーとして展開するも、大型商業施設等の登場により売り上げが低迷。その後、1980年に大英と業務提携を結び、1987年には完全子会社となり再建する。ところが、業績不振は回復せず、1994年から赤字が発生、セイフーと当社の商品構成が似ていることから、統一のポスを導入する等により1996年9月1日に、セイに全8店の営業権を譲渡し、休眠会社となった。その後、1998年に大英がヤオハンジャパンから店舗を譲り受けた際、セイフーに全店の運営を任せたが、一部大型店が、含まれていたため、運営が困難となった。そこで、休眠会社であった、東和を復活させ、東海大英に社名変更した上で、大型店の運営を引き受けた。大英の食品スーパー再編により2000年に、セイフーと合併し消滅した。2014年4月25日現在、食品のみを扱う小型店舗もあれば、衣料品や、酒等を取り扱い専門店を多数入居させた大型店も存在する。また、セイフー時代に三軒茶屋店、旧セイフー大師堂店を大英側が改装し、都市型食品スーパー、フーディアム三軒茶屋を開業。その後も、当社運営のフーディアムが登場している。また大英に吸収合併される以前から、大英直営のグルメシティも存在したが、関西地方とは異なり間に大英をつけていないため、大英が運営している店舗か判別するには、公式ウェブサイトを参照する必要があった。かつては、大英グループの中で食品スーパーを展開していたのは、当社だけでなく、マルエツが存在したため、競合とならないよう両社が調整し閉鎖した店舗が少数ではあるが存在する。店舗は東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県に所在していた。セイフー時代は、八尾半田中部地方のスーパーマーケットを譲り受け、合併するなどして、北は新潟県から南は愛知県まで店舗を拡大していたが、親会社の大英の経営悪化の余波で、店舗網が見直され、新潟県、長野県、茨城県、山梨県、愛知県、静岡県の全店舗を閉鎖し、解散時点では営業範囲を南関東エリアのみへ縮小していた。また、2014年に閉鎖した静岡県の店舗の一部は、グループ会社のマックスバリュー東海へ譲渡され、同社が展開するマックスバリューやディスカウントストアのザ・ビッグとして営業している。大英で使用されている店番号は9、セイフー店舗には4000番台を、9、Shizuokaya店舗には7000番台を付与している。ブランドの詳しい詳細については、この年、静岡呉服町店、静岡伊勢丹地下を閉店、直営化。かつて存在した会社も列挙する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。